これは本当か、イノイチ。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。ここはダルイたち第一部隊が陣取っている海岸線です。感知班によるとここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたが、まだ距離はあるようです。キスチ殿が率いる第二部隊には雷の国聖誕に布陣してもらっています。彼らには地中より迫っている敵兵の殲滅を指示しています。大量の敵を相手することになるとは思いますが、第二部隊の戦力なら問題ないでしょう。下の国に布陣しているのは畑かかし率いる第三部隊です。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え準備は進めさせています。第五部隊三船殿のもとにあの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。数ある江戸天聖の忍びの中でも半蔵は別格。かなり激しい戦いになると予想されます。さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく。時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは。それでも侍か。忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと。和に忠を尽くし己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。いい時代を迎える侍だ。わしに恐怖し、そしておののけ。重要。我が信念は折れることはない。生クラではこの足を切ることなどできない。果たして生クラだどうか、その目で確かめるといい。その時の経験があるからこそ、治療かつてのわしを相手に生き残った。お前の考えは甘い。信念があろうが死ねば何もなくは。さあお力、誤った道に立ってしまったな、半蔵殿。ああ、こい。
差は切迫、勝敗を決したのは信念の差でござる。信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの、そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。三船殿。三船殿の第五部隊からの連絡。無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。よし、戦況は忍び連合が一歩リードだ。